世界がよりデジタル化するにつれ、芸術や音楽、その他の創造的なコンテンツとのやり取り方が変化する新しいテクノロジーが登場しています。そのような技術の一つが NFT、つまり非代替トークンです。近年、このタイプのデジタルアセットが急速に人気を集めています。NFT を使うことで、作成者は彼らのデジタルアートをユニークで唯一無二の資産として認証し、販売することができます。簡単に複製や配布される従来のデジタルファイルとは異なり、NFT はブロックチェーン技術によって保護され、所有権と認証の不変な記録を提供します。NFT はデジタルアートや音楽からツイートやミームまで、あらゆるものを売るために使用されています。2021年3月、アーティストビークルの NFT アート作品がクリスティーズオークションで6900万ドルで落札され、生きているアーティストによるオークションで達成された3番目に高い価格となりました。NFT は芸術界における新しいフロンティアとして見る人もいれば、ブロックチェーン取引に必要なエネルギー消費量が大きいという環境への影響や詐欺の可能性、従来のアート市場への影響などに対する批判もあります。しかし、これらの懸念にもかかわらず、NFT は作家やクリエイターが彼らの作品を収益化する新しい方法として引き続き注目を集めています。技術が進化し続ける中、芸術界やその他の分野でどのように採用適用されるかが注目されます。結論として、NFT は作家やクリエイターがデジタル作品を展示し、収益化する新しく興味深い方法を表しています。技術には課題や批判があるものの、すでに芸術界に大きな影響を与え、今後数年間にわたってデジタルコンテンツとの考え方ややり取り方を形作ることになるでしょう。